Uber Eats で稼いで人生を楽しもう。おはようございます。あ、今日帰りに朝飯買い忘れないようにしないとな。っていうか雨マークついてるね、昼間に。くぅ、なんとかね19はやりたいから、もう濡れてもいい装備にしていこうかな。カッパはね、絶対暑すぎるから。タイパンみたいなの履いて、ドライフィットのシャツ着て、サンダルで、濡れてもいい装備かな。で、ゴアテックスの帽子かぶって。ちょっとしか降んなくて涼しくなるぐらいだったらいいけどね。どうなるかね、クエスト最終日。昨日じゃない、一昨日ぐらい見た時はね、夜中には雨で、あと全部晴れだったんだけどな。おお、結構もわっとするな。暑いね。9時20分でとりあえず自宅待機なりました。ずっとやっぱ稲毛は夏さんだけでやっと幕張になった。サンマルク行ってきます。まあ小雨なら降っても降らなくてもいいけど、ずっと曇ってると楽だな。雲の量多いからすげえ一気に降るんじゃねえかな、降るとき。すごいね、入道雲だらけみたいな感じ。怖っ。一応まあさっき言ったみたいに、まあサンダルにはしなかったけど、ゴアテックスの靴にして、ゴアテックスの帽子にして、でドライフィットシャツと、あと海パンみたいなズボンだね、薄いやつ。まあこれを装備してれば多少の雨ならできるでしょう。でも怖いのはね、タイヤがちょっとスリックになってきてんだよね。もう過ぎてって気をつけないとね。てかタイヤもそろそろ変えなくちゃいけないな。もうマウンテンバイクなんだけど、後輪なんてツルツルだからね、ほとんど。よくここまで使ったなぐらいなタイヤの感じ。こういうのもね、全部自腹だから、できるだけ長く使いたいからね。まあ気をつけながら、自転車の整備をしながらやっていかないとダメだね。これがまだ自転車だからいいけど、バイクの人は結構金かかりそうだよね。タイヤ1本にしたって工賃とか入れたら値段が違いそう。一応俺は自転車だったらタイヤ交換もできるっちゃできるんだけど、あえてやりたくない。
構めんどくさいしね。やっぱそこら辺はプロに任した方が。工賃も1000円ぐらいじゃないかな。昔はね、趣味で自転車乗ってた時はもう全部自分でやってたんだけどね。でもロードとか乗ってる時何回かね、チューブ噛んじゃって交換してんのにチューブがパンクするみたいなのもあったからね。難しいっちゃ難しいよね。何よりも手が汚れんのがね嫌だ。お疲れ様です。ウーバーイーツです。今サンマルク飲んでんだけど、珍しく飲み物があったんだよね。サンマルクの飲み物のコントロールってちゃんとしてるかな、ちょっとわかんないから、かなり今慎重に飲んでるけど怖いな。スタバとかね、昔ラップしてくれなかった時はホットとかめっちゃこぼれてたからね、あのちっちゃい穴から。大丈夫かね。大丈夫そうだったね。ちょっと紙袋を開けて中見るわけにはいかないから確認はできなかったけど、まあ外から見てにじんでる感じもないし全く問題なさそうだった。水が2本しか持ってきてないから。暑すぎる。早くも一発目の雨が来そうだ。今近くに雨雲が来てますっていうメッセージが携帯に来た。降ってきた。一発目が早くも。早えな、降り始めるの。とりあえず、まあ、外撮影は中止しよう。携帯壊れちゃうから。お疲れ様です。ウーバーイーツです。マジか、結構降ってきてる。ダメだ。一旦ちょっと待つか。タイミングだな。
気合い入れていくか。雨ゾーンを過ぎた。いやー、今日は大変な一日になりそうだな。2軒目でこれか。余裕で乾くだろうけど。いやー、食らったな。ピックしたタイミングで。まあでもすぐ抜けてよかった、雨ゾーン。バーガーキングプレ生会。ダメだ、まだずっと小雨だな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。晴れと雨の差がえぐいな。めっちゃ太陽照ってんだけど、淵、そしてケミ川の坂を登る。気合いだ、気合いだ。お疲れ様です、うがいつです。今日はエリア外オンパレードだな。南花園、宇多瀬、ケミ川、花園、朝日が起こった。今最初から2件のダブル受けたんだけど、その方がもしかしたら近くなのかもね。途中から1件増える感じの方が遠くとか、まあ基準はないんだろうけどね。まあ基準はないか、その時々か。順調ではないけど、まあ長距離が多いから時間がかかるけど、単価は高くていい、そんな流れですね。で、雨は雨雲が来次第降るみたいな。いっぱい雲はある感じだ。今んとこ遠くに黒い雲はないからこっちは大丈夫そうだけど、今日も難題。ナビで出ない住所お客さん で本人もそれが分かってるのか、メッセージで、表札が出てません。角から2番目の家です。いやいや、ナビに出てない時点で分からん、その角の基準が。しょうがないからピンのところに電話でゆっくり場所を聞こうとしたら、電話かけたら近くから出てきた。それでようやく分かった。難しいね。いいね、新住所は難しい。新しく家建ててそこに区画が割り当てられた住所っていうのナビに出てなくて、なんとかね、近くの場所にピンを打ってそっからの行き方の説明をしといてくれないと。で、表札はね、まあもし名前を出したくなかったら住所を貼っといてほしいね、そこに。それで確認するから。じゃなきゃ全く知らない人の、違う人のかもしんないところにピンポン押さなくちゃいけなくなっちゃうから、困っちゃいます。本当に向かってたんだけど、ダブルに変わったな。行くか。
疲れ様です。ウーバーイーツです。近いんだけど、一回遠くの家に行ってからまた店の方に戻っていかなくちゃいけない。ひどいな。途中で受けるとこんなに安いのか。それにしてもひどい歯医者でひどい距離だ。ダブル取っちゃうよね、クエストやってると。どんなにひどいことされてもダブルを蹴ってさ、近距離2件取った方が全然早いんだけどね。でも確証がないからね、近距離2件が取れるかっていう。そうなるとね、ダブルどんなに遠くても取っといた方がいいかって考えちゃうよね。それにしても遠いね。すごいな、立石から幕張行って、幕張から幕張本郷だもんな。今日の話はえぐいな。祭ってんな、祭りだよ、ほんと。長距離祭り。9軒でやめたくなってきた。あと2軒ね。お疲れ様です。ウーバーイーツです。お疲れ様です。ウーバーイーツです。降ってきた。なんで今さっきまで激アツだったのに、暑くて暑くてしょうがなかったけど一気に降ってきた。大変な天気だ。しゃびしゃ。
2回降ったんだけど、2回ともピックしたばっかですぐ降り出したんだよね、2回とも。タイミング悪く、もう行かざるを得ないというか、ついてないね。もう帰ろう、帰って明日また頑張ろう。今日はもう終了。ダメだ、風邪はひかないだろうけど気持ち悪い、こんだけ濡れた格好で。最初から疲れたな、長距離オンパレードだったから。最後の2軒だけ短距離だったけども、大雨食らったしついてなかった。まあでもウーバーのいいところはモチベーション下がったらもう帰っちゃえばいいだけっていうね。そこら辺は本当いいよね、気持ちが楽、いつでもやめれると思うと。まあ今日はもう休むことに切り替えて明日頑張ろう。よいしょ。結局今日は1万1000円ぐらいかな、3900いくらと7000円ぐらいの。出て1時終わり、そんなもんだね、そんなもんでいいよ。初アスファルト、すげえ速さで蒸発していくから、濡れた上通るたびにもわもわもわって、すげえな。あっちい、買い物し忘れたからまた買い物今行かないと。明日の朝飯買わないといけなかったんだ。うわ、熱すげえ湿度、湯気の中走ってるみたい。
いで重いリュックを背負いすぎた。これではある。うまそうじゃん。会話取れたからいいや。お疲れ様でした。うまい。疲れた。ダブルの2連チャンで結構もう疲れちゃったからね。急がなくちゃいけないからね。あんだけ距離が離れてると。もう雨くらって、ああなんとかでも終わったな。19件はもう心が無理でした。折れました。あ、まだ1時半なんでゆっくり休んで明日以降にまたつなげます。それではお疲れ様でした。明日以降もちょっとずつ頑張りましょう。俺は週末そこまでやんないかな。40前後で考えています。お疲れ様でした。